JP 携帯いじってる気見ましたか？あ、ちょっと待って、これだけ先に、これまで触れよう。JP は携帯めっちゃ触っとった。そう。それはそうやった。俺らのライブ中 JP がほとんど携帯触っとった説ね。まあでもほら、まあ、JP ってそういうやつやけんしょうがない。やっぱ、世界で一番俺のことが偉いと思っとおけん。それはもう、見るよ。あいつはブラックピンクがここにおっても携帯いじるけん、多分。おー、ブラックピンクすげえ、ここ、ブラックピンクと JP の間に携帯挟んで携帯いじるやつやけん。あいつはそういうやつ。違うっちゃん。違うとって。問題は、違う。JP じゃないとって。いや、これは、もう違うと。俺、気づいとったっちゃん。ランウェイから。ずーっと、そいつのこと見とったけど、ずーっと目が合わなかったやつが一人いました。俺がずーっとランウェイからこうやって見とったのに、一回も、マジ結構長いこと見た。20秒ぐらい見て、そいつの目の前を通るたびに、こうやって見とったけど、一回も目が合わなかった人間が一人いました。ハテニャンです。君、ずっと携帯いじってたね。見てたよ、僕。ハテニャンくん。君、いじってたね。ランウェイの一番前で。僕は別になんとも思わないさ。僕はね、いいよ別に。お前友達だし。ただ、お金も払わずに、コネチケで入ってきて、ランウェイの横の最前列っていう一番いい席のど真ん中で、そこに座りたかったファンの子もいっぱいいただろうに、あそこで堂々と携帯をいじるっていうのは、まあ、ファンの子はどう思うんだろうな。みんなお金払って抽選楽しみに来てたんだけどな。僕はいいです。はい。まあ、正直友達ですし、ハテニャンさんのメガネにかなうライブができなかっただけですから。ただ、どうかな？遊びに来た人たちは。だから、これは俺が石を投げる事案じゃないので、切り抜きを見ます。じゃあ